こんにちは、新川崎雲山堂の青地直樹です。本日お届けしたお仏壇は二尺三寸という大きさ、高さ71センチ程度です。シリン型のニレ、ケヤキの仲間のニレという、材木で作った、色は明色、ナチュラル色に近いちょっと明るめの色ですね。下に置いてある、家具や周りの雰囲気からも、ちょうどこの色が、ぴったり合っております。で、扉の内側の障子は、省略してある形でシンプルなデザインです。中の仏具仏像ですが、仏像が真ん中にありまして、両脇のおかけ軸、こちらが脇掛け、お寺様のご指示により脇掛けも祀ることになりました。中央は阿弥陀如来様の仏像で、ヒノキ材です。一段下がって右側に、お位牌があります。かつみ型ロイロのお位牌、その前に、その隣に、高槻、こちらですね。で、仏器膳、そして手前の輪台、こちらが木製の仏具で、金虫食い塗りです。で、それ以外の前に並んでいるものと上に並んでいる仏具、金物仏具、これは杵型というデザインです。で、お輪は、こちらですね。色のついているお輪ですね。黎明というお輪を選んでいただきました。花立ては片側に浄化を入れて、もう片方は聖火を、入れるようにして、普段をお使いになるということになりました。どうもありがとうございます。